小学校開校記念日の5月21日日曜日朝6時25分の日本海は風は全くないですね。海には筋のようなうねりがかすかに見える程度でフラットです。釣り人が 1,2,3,4,4 人いますね。こちらもほぼ無風、かすかなオフショアがあるかないか、ほぼ無風ですね。いい感じの綺麗なうねりの筋は入りますが、伸びて伸びてショアブレイク。こちらにも釣り人が2人見えます。気温は17度ぐらいです。風は今かすかなオフショア、海には筋のようなうねりのみ、ほぼフラット。今日終日どうですかね。うまぶしい。